松尾鉱山跡地の森林化では、岩手郡松尾村に存在した松尾鉱山の跡地の森林化について説明する。松尾鉱山は、1914年に創業し、東洋一と言われるほどの硫黄産出量で、化学産業を支え、繁栄していた。しかし、石油脱流装置から産出される人工硫黄によって、天然硫黄の需要は激減し、1969年に、 経営破綻し閉山。跡地は、交際が向きなしの状態で放置され、緊急復土工事にて粘土が厚く敷き詰められたものの、長年にわたり、植物が生えない、荒れ果てた姿を晒し続けた。このことに心を痛めた有志が、植樹試験を始め、2002年よりは、市民組織が誕生。2020年代においては、木々が育ち、 月のワグマやカモシカも住むほどの深い森が蘇った。岩手県八幡大市、大宇山脈の中原の標高1000メートルに位置し、と和田八幡大国立公園を東西に貫く、観光道路八幡大アスピーテラインの東側ゲート付近に位置する。公害発生源対策工事が始まる頃閉山後の鉱山跡地には、洋の鉱際が大量に水石されており、 車で走ると粉塵に引火し、排気管から青い火がを引くと恐れられ、交際に触れた雨水が強い酸性を帯び、下流の北上川沿いに甚大な被害をもたらす恐れがあった。このため、岩手県は、公害発生源対策として、航空のほぼ全域を鳴らし、粘土を厚く敷き詰めた後に、重機で固く踏み固め、排水路を巡らすなど雨水が地下に染み込まない措置を講じ、 さらにその氷層に牧草を発種する緑化工を行ってきた。しかし、踏み固めた緻密な土層には、植物の成長に欠かせない水分や空気、栄養素も含まれておらず、氷層に基板材と混ぜて吹き付けた牧草の種は、根が育たず、年々植生が衰退していった。植生が衰えむき出しになった斜面では、雨風による土壌の崩壊も始まり、 根を張った木が葉を落としていかないと草の維持も難しいことを示した。このような状況に心を痛め、植樹の試験に取り組む事例もあったが、予測を超える現陶器の烈風や土壌の凍結、酷暑や乾燥などの厳しい環境条件に阻まれ、期待した成果を上げることができなかった。市民参加の植樹活動を始まる鉱山跡地は、 8万体はスピーテライン脇に位置し、広大な原野は一般市民や県内外から来る観光客の目に留まりやすかった。広い広配地に目をつけた団体による重機を使う災害復旧の訓練施設作り構想を皮切りに、観光牧場、修学旅行の自然体験、サーキットランド、果ては、心霊スポット探訪ツアーなどの利用構想が個別に多数表明され、 公的なシンポジウムも開かれると、広く関心を集め始めていた。この事態に、鉱山跡地を管轄する森岡森林管理所は、作創する問題処理の対応を民間窓口に一本化するため、2002年から植樹活動に取り組み、全面的に協賛していた市民団体に対応を委ねることとした。管理所からの働きかけを受けた東北地域。 環境計画研究会は、志を同じくする、友好団体である、NPO 法人森人プロジェクト委員会と、NPO 法人岩手 NPO センターに呼びかけ、この3社で2008年2月1日、松尾鉱山跡地再生の森協議会を結成。2008年5月20日、森岡森林管理所と、公害発生源対策を担う岩手県との3社で、 松尾鉱山跡地における森づくりに関する協定書を締結。こうした動向が報じられると、広く共感を呼び、問題意識を抱えつつも森づくりに手を出しかねてた多くの市民が手弁当で自主参加し、全山120ヘクタールに及ぶ広大な鉱山跡地の森づくりが本格化した。鉱山跡地は気象や土壌条件が極めて劣悪で、 里山職人の常識では立ち打ちできないほど過酷だった。森づくりに取り組む各団体は毎年春に開く協議会の総会の場で所轄の森林管理所や県の立ち会いのもと活動の成果や問題点を検証し合う。数多く植えた苗木が次々と枯れる劣悪な条件下であっても宮間藩の木や秋組などの空気中の窒素を取り込んで栄養にする。 根粒筋との共生樹種や、崖看板など地表に根をはわせ、薄い表土にも適合する、水平根の樹種は育ったことから、痩せ地にも適合するたくましい生態が、改めて注目されていた。また、硬い粘土層では、草木が根付きづらいことから、各団体は、麓の村にある耕作放棄した畑の土や、雑木林の表土などを掘り取り、 トラックで大量に運び込んで、上床を高く盛り上げたり、冬の強烈な風を避けるために暴風垣を工夫したりと、経験から探り当てた技術を糧に成果を実らせていった。2008年10月に、初めての市民参加となる露天掘り跡地の試験食事が、地元の少年少女と、その保護者の協力で始まった。彼らはこの夏に行われた、八万体、 外来雑草駆除作戦にも挑戦していた。郊外の発生源対策であった緑化工は、巻いた外来牧草が勢力を弱めた、後廃地に牧草の種に紛れ込んでいたと考えられる豚が、ンポッポ、フランスギクなどが随所で群生し始めていた。種のついた綿毛が、風に乗り、国立公園の特別保護地区にまで侵入し、 貴重な植生をかく乱する恐れがあるため、地元の公共団体も支援する外来雑草除去作戦が毎年行われるようになり、公園管理庁からも早急な除去駆除対策の確立が求められていた。だが、季節して同じ頃に植樹活動が始まった。日照と後輩地を好み、陽光性ともかく乱依存種とも言われる外来雑草群は年々森づくり活動が 坂になり、成長した木の影が地表を覆うようになるにつれ姿を、消し、外来雑草の元凶は、鉱山跡地だと指摘されることはなくなった。交際の山が、外来牧草により緑化され衰退し、植樹された苗木の中から、厳しい環境のもとで、生存競争を生き抜いた三山藩の木や秋組などの、先駆種の木々が森を蘇らせている。ここが、先駆種の森なのは、 不自然だ。ブナミズナラなど、本来の植生の自然林に返すべきだ。という議論がある。荒廃した鉱山跡地は時代を経て様々な植生の姿を映してきた。しかし、鉱山跡地が、鉱害発生源対策としては、巨大な費用と、労力を投じ、鉱際の山を10年度で覆った特殊な山である事実は、頑固できない点である。そこに、ブナやミズナラといった、 直根性や新根性と言われる種類の樹木が生えた場合、粘土層が穴だらけにならないかといった懸念が存在する。ありがとうございます。